義手四十七図、岡野金江門兼秀岡野兼秀元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士。赤楼市四十七氏の一人、岡野兼住の子、通称は金江門。本姓は藤原氏家紋は釘抜き、美男子と伝わり、平手絵図面をめぐるお縁との恋愛の逸話で知られる、遠方八年、赤尾藩氏 岡の金隅の長男として、阿公に誕生。陽名は九十郎。小福の子であるが、他に男子はいなかったので、岡野家の着男となる。なお、おじに、小野寺秀和がいる。元禄十四年三月十四日、四君、浅野長典が、吉良吉中に人情に及んだ際にはまだ部屋済みの、身であった。四月、父、宝珠は、大石義雄に、 新門決判書を提出し、他の一家は、阿を対村に住んだ。しかしその後、父が病に倒れたため、金秀が同志たちと連絡を取り合い、元禄15年うるう8月25日には、病の父を残して、竹林高茂らと共に、江戸へ下校し、堀部竹爪尺屋に住んだ。9月5日に、父が死去すると、自らの小を父と同じ、金衛門に改めた。 その後、本所愛宵町の前原宗房の店に移ったと言われている。前原の店で手代をしていた美男子の金秀は、客としてやってきた本所大久本じめの平米の娘、おつやに近づいて恋人となり、彼女にキラ家の不信を受け負った平米の持つキラで絵図面を盗ませる。しかし、恋人を騙してしまったことに、自責の念を感じて、 愛と忠義の狭間で苦悩するという逸話で知られている。しかし、寺坂信之の筆記に、平手絵図面は内縁を持って入手したと書かれているため、事実とは考えがたい。また、内縁というからには、誰かの親族筋で手に入れたと思われるため、おそらくキラが移ってくる前の屋敷の主だった、松平信聞家臣に親族がいる、大石の武器をあたりが入手したと考えるのが自然とも、 考えられる。キラテ打ち入り同期の際には、表門隊に属した。キラを打ち取った後、伊予松山藩主、松平正氏自家邸に預けられた。元禄十六年、同期家,家臣の加藤恩恵門の解釈にて切腹。去年二十四。主君、浅野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。法名は、破壊一賢神寺。廃人でもあり、放水士。 竹原などの画護を持ち、大高忠夫が編集した、徘徊に土区にも、岡野の句が載っている。ありがとうございます。